い、体重4100。なんだか4050だから、そうか。増えてくるんだね。増えたね。運動してるんですけど、食べるものもあれしか食べてないですけどね。そうですか。食べる時間は何時と何時です？時間はね、10時半と夜中。朝が10時半、夜中って何時ぐらい？夜中12時とか2時ぐらい。2時ぐらい。それがいかんかな。いやでもそうするとあのこの朝の10時半から夜中の2時の間に何かもらえます？何にももらわないこの子。もうその2回だけ食べるの、うん、おやつとかはない、ほぼない。ほんといいんだけどな。そうすると結局7時間半だもんね。違うか、8時間半か。8時間半としても悪くない。はい、ちょっと脈見るよ。はい、ごめんね。ちょっと顔見してあげて。2、3、4、5。ん？はい。うんちとかは普通、今出ました。普通、ずっと普通のうんちしてます。普通のうんち。戻したりすることもないですか？戻すこともないですか？あ、ないです。ないですか？12月5日で6歳。6歳。はい、ごめんね。聴診は呼吸の音と心臓の音を聞きますけど、正常ですね、どちらも。はい、目見して。ちょっと前歯にして気がついてるか。はい、歯磨きはやってるんですよね。うん、やってます。そのペースでやっててくださいね。レンタルか。はい、いいね。はい、力を吸う。私たちでも見れるんですか？あ、見れますよ。後で見方を教えます。うん、はい、舐めてくれない。はい、ちょっと刺繍ポケットの悪玉菌を弱らせるね、インターベリーという薬ね、4滴。お家だと何秒ぐらいやれます？歯磨き。30秒、40秒ぐらい。あ、結構やれてるんですね。
嬉しいよね。あ、食べてくれた、やっと。嬉しいよね。もらってないから。あ、最近もらったんやの、これ。全然もらってない、はい、餌だけ。それでも太ってくもんね。そうなんだ。あ、肛門腺だ。はい、肛門腺。あ、出たね、結構。うん、いっぱい出ると思う。美容に行ってないから。明日、明後日病院行きます。はい、 OK です。